アカネスミレは、スミレかスミレ属の多年層。植物体全体に密毛がある。ブクキの種、地下径は短い。高さは5から10センチメートルになる。葉は、根なし、長さ3から10センチメートルになる傭兵があって、多場性し、傭兵に短い開けだけが生えるか、時に、無毛、上部には、翼がある。心は、平かいし、長さ2から5センチメートル。 幅2から3センチメートル、卵形から長卵形で、先端は、A 頭から生倉頭、基部は浅い心形、円には鈍郷子がある。表面は、戦力色、または白身を帯びた、単力色、裏面は紫色を帯びることがあり、表面と、裏面葉脈状に毛が生える。花後、柿の葉は大型になり、長さ8センチメートルに達する。柿は4から5月。 葉の間から長さ5から10センチメートルになる花柄を伸ばし、横向きに花をつける。花の位置は葉より低いこともあれば、高いこともある。花柄には毛が生えるか、または無毛。花の小道は約1.5センチメートル、普通の高子色から高子色をしている。花弁は長さ10から13ミリメートル、紫色の筋が入り、側弁の基部に毛が生える。 新弁の巨は、長さ7から8ミリメートルになる細い円筒型で、細毛が生える。学片は後皮神型で、その後部の付属体には2から3個の巨子があり、それらに毛が生える。湯髄はここあり、下中は太いカマキリの頭形になり、上部が左右に、鋭角的に張り出す。果実は、果てで、一面に細毛が生える。染色体数は 2N イコール24。日本では、 北海道、本州、四国、九州に分布し、日当たりの良い産地や原の丘陵地に生育する。世界では、朝鮮半島、中国大陸、極東ロシアに分布する。和名の赤根ミでは、赤根ミでの意で、花の色が講師色であり、赤根色であることからによる。種商名ファラクリカーパは、カニ、毛のないの意味。ありがとうございます。